はいどうも皆さんこんにちは高専プロモーションチャンネル谷にでございます、えー、本日の動画サムネ見てください評定4.0ないのに高専目指してるのということでちょっと物議を醸しそうなことが書いてますけどちょっと見ていきましょう今日はですねご質問、えー、リスナー様方から寄せられた ご質問に、えー、回答させていただく回にしていきたいと思います。評定4.0ないののに高専目指してるのということで見ていきましょう、えー、お一人目高専に志望する中学3年生次期、えー、あの高専生ですね1年生になりたい、えー、そういうふうに思っている新中さんくんの悩みでございます見てみましょう進路調査懇談で担任の先生に内心4.0もないのに高専を受けたいと思ってるのか難しいんじゃないと言われました。 オール4に産が理科、技術家庭科、体育なのですがそんなに望みがないのでしょうかそうなんです私が思っているのではなくご質問してくださった方の担任の先生がおっしゃっていたことなんですね、えー、これねよくあるんですよあの高専にねいきたいです高専目指そうと思ってるんですけどという風うに、えー、相談したところこういうねちょっと心ないことを言われてしまう、えー、そういったパターンは、えー、少なくないんですね、えー、全員じゃないんですけどね全パターンではないんですけど、えー、まあ、とりあえず高専と言ったら、えー、抜群にできてないとい いいけないよみたいな、えー、そういった、えー、アドバイスをしてしまう先生が中にいらっしゃいますということで、えー、この方のご質問に答えていきましょうはい、えー、私の回答です、えー、平均がねあの標定平均3点高半台の人でも夏休みくらいから、えー、高専入試特化の勉強、えー、準備をしたら合格は現実的です、えー、全然ねあの夢物語ではないということはお伝えしたいです で学校の先生や塾の先生で適切なアドバイスができないけど、えー、不適切なアドバイスを、えー、その場で何か答えてあげようと思ってしてしまうパターンもあるのであれこれって本当にうーんなんか納得いかないなということがあれば、えー、Twitter の dm。atKPC PDCA アット、えーえー、Gmail、えー、ドット、えー、コム、えー、こちらに、ねちょっとあのー、悩みだったり、もし聞かせていただけるのであれば、いつでもご相談ください。えー、合間を縫って、いつでも、ねえー、お答えしますので、えー、いつでもご相談ください。はいということで、ですねご質問者様、えー、オール4に3がね3科目分ということで、悪いペースじゃないと思いますね、もうちょっと頑張れるかなというところで、でも全然、あのー、この先のペース、もっとペース上げていく必要があると思うんですけど、まあ全然望みがないというわけではないと思いいます、ね、この調子で折れずにめげずににめげ頑張ってっててほしな思います。 じゃあお次の方見てみましょうこちら今年受験生です高専の宣伝出前授業で高専を知ったのですが興味がありますどういう人が高専に向いてるんですかいろいろ情報が溢れてて分かんないですはいこれちょっと答えていきましょうはい、えー、100%断言できるのは家や家外で好きだから。 大好きだからもうすでにプログラミングや電子工作科学実験、まあ、自由研究もそのうちに入るでしょう、えー、親の仕事の手伝いなどで製図や CAD 実務の手伝いなどを好きでやってる人こちらはもう100%断言して後世に向いていると言えるでしょう。 えー、他に、えー、仕事にすくするわけなんですね将来、将来仕事にすするわけなんですよ、えー、お金をいただいてで自分の一日の大半を費やすこと、えー、だから、このくらい関心がないと高専に入学、えー、卒業してそれらに関して仕事にするのはちょっときついんじゃないのかなちょっと心的にも体的にもちょっときついんじゃないのかなという個人的な見解なんですでもこの意見ってちょっと偏っていてこういう考え方もあるんですよねはいこちらでも仕事は仕事生活するためお金をもらうためのものというふうに割り切って 余暇や休日での趣味で人生を謳歌する生活の方法もあるから。 そう、えー、そういう人生設計をしようかなと思っている人は、えー、高学だったり高専で学ぶことにさほど興味がなくても高専に行ってコスパよく学費を安く就職率、進学が、えー、とさほど、ね、あの労力すごくかかるわけではないということで、えー、進学、就職して、えー、就職されると、えー、仕事に就くといいのかなと個人的に思ってます、はい、そういう考え方もあるのでね仕事は仕事全員が全員好きな,、えー、なんか自分の、ねえー、趣味だったり好きなことを仕事にするというのは夢物語だと思いますので、えー、とこういうふうに考えることもありだと僕は思ってます。じゃあ 次行きましょう次はですね保護者様からのお問い合わせご質問です。 保護者です高専入試特化の塾と伺って申し込みを検討していたのですが満員で残念でした少しでも高専入試に向けて何かできることはないでしょうかそう意外とねご本人が動かずに保護者さんねお母さんがシックハックされているパターンもご家庭もあるんですよ大変だなぁと僕思うんですけど、えー、僕の回答はこちらでございます、えー、ごめんなさいと満員新規受付停止中ということで停止中ということで、えー、去年のね YouTube 活動1年間やらせていただきましたけど、えー、大反響でですね大盛り上がりでしたね直前期は、えー、こういう風にですね 様々なデジタルコンテンツの教材を販売させていただいて500件以上のお取引かつ450件以上の合格報告いただきましたえー、本当ホントにね、あのー、やりきった思いでいっぱいです、えー、今年度ですね今年度も頑張りたいと思ってますので一緒に高専合格するために、えー、中3の皆さんと頑張りたいと思っております、えー、頑張っていきましょうはいということでお次いきましょう、えー、次は高専に志望する中3の方の悩みですえー、動画が400本以上あって動画が400本以上あって何が何やら分かりません確かに <laughs>、えー、今度高専を受験する人はどの動画を見ればいいですかあー 申し訳ないですね頑張りすぎて、じゃあちょっと案内していきましょう。えー、とこちらですねスマホでもよろしいですし、あとパソコンでもよろしいです。チャンネル画面に行っていただいて、えー、こちら行きますからね、えー、ここに行っていただいて、プレイリスト、えー、プレイリスト、動画リストというところをです、ね、クリック、もしくはタップしていただいたら、えー、この画面に行きますから、ここの画面の高専一般入試というところをタップしてみてください。そうすると、ですね、えー、高専の学力入試、もしくは推薦入試であれば、こちらですね矢印を動かすと、ここです。 ここここのここここね推薦入試と書かれてあるところをタップしていただくとそれらに関する動画が出てきますので参考になると思います。ぜひともご覧くださいはいといとうことでお次いきましょうお次の質問、これ最後ですね、えー、高専に志望する中3の方の悩みです。今からでもできる高専入試、高専の対策ってありますかねねこれなんか、ね、今からでも入れる保険ってあるんですかみたいな質問で面白い面白いなと思ったんですけどはい真面目に答えていきましょう。こちらです、えー 今の時期なら夏休みまでは目の前のテスト、目の前の定期テスト、目の前の実力試験、就熟度テストに全力投球していってください、えー、評定はですね、まあ、最低4.0、最低4.0を目標に頑張ってくださいえー、ま 1> 中1、中2の復習がですね、後から、えー、やらないといけないこと、をトゥードゥーリストとして溜まっていくので、今のうちに消化できるものは消化しておくとかなり後楽しできますよ、えー、歴史、地理、えー、中1、中2の内容、たくさんあると思いますけど、高専入試の社会では3分の2、えー、聞かれますからね、えー、きちんと今のうちにやっておくことが、かなり夏休み、冬休み、直前期、かなりあなたの苦労を下げてくれます、なので、中1、中2の復習をいかに忙しくなる、えー、時期、もしくはまだみんな油断してます、えー、ライバルのみんな、同級生のみんな、まだ油断してますよね。えー、まだ本腰入 うちに復習をできるだけやっておくことでかなり後から後から負担が少なくなってくるというのは必ずやっておいてほしいところ今取り急ぎ言えることでしょうはいということでここら辺までにしておきましょうかねまあ評定ね4.0ないのに高専目指してるのと言われたりするかもしれませんが適切な準備と正しい方向の努力そしてまあ適切なノウハウにのっとってまあ人より多くちょっと自分に鞭打つ気持ちで頑張れば難しくありませんので一緒に頑張っていきたいなと思っておりますちょいちょいですね高専入試に関する動画もちょい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 増やしていこうかな ってまますすので、えー、よろししくお願いしますということで、いつでもご質問メールだったり、Twitter の DM で受け付けております。質問箱もね、えー、そろそろあのー、概要欄に貼り付けていこうと思いますので、いつでも、えー、ご質問ください。はいということで、標定4 0のに高線目指しているのという触れ込みで動画させていただきました、えー。また違う動画だったり、生放送でお会いしましょう。それでは動画を示させていただきます。あなたの選択肢に光線を Thank you for watching till the end. Please subscribe to our channel.